ひびが。このまま行くとまた近いうちに割れそう。雫世界の外には怪物がいるんだっけ。その怪物も灰の影響で生まれたものなのかしら。そうなのかも。シゴさんは灰がもたらす敵と戦ってたって言ってたし。おかえり。無事に記憶は戻ったみたいだね。任務ご苦労。ただいま帰還しました。ゆずちゃん、久しぶりなのかな。まさかこんなところで会うことになるなんて。あれ、もしかして知り合い。知り合いというか、その説は本当にごめんなさい。何何、どういう関係なの。話すととても長くなるわ。まあ、ゆずちゃんとライムちゃんはリフレクターのボスみたいなものだからね。私たちもそれでちょっとだけ面識があるんだ。ボス。ボス。やめて。そこら辺の話も含めて色々教えてほしいの。うん、思い出したことを話すよ。力になれればいいのだけど。それじゃあ改めてこれまで分かったことをまとめるよ。まずこの世界はあるシステムのもと動いてる。それにバグが生じて、バグ解消のためにシステムは世界を初期化しようとした。その初期化のプロセスの一つとして世界を破壊する物質である灰が降ることになった。で、ここからは憶測になるけど、ゆずさんたちがその灰から私たちリフレクターを守るためにシェルターとなる世界を作った。それが今私たちのいるこの世界。私たちは今ライムが犠牲になることによってなんとか生きている状態。ライムを助けるためにも何でもいい、何かヒントを探さなくちゃいけない。だから思い出せたなら教えてほしいんだ。灰はどうなったのか、そしてこの世界の外はどうなったのか。 AASA や志保さんたちがいた組織のような私たちを助けてくれそうな人はいそうなのか。外の世界のことはごめんなさい、私たちもわからないの。なんだか新しい記憶ほどひどく曖昧で。世界中で灰が降り始めたのは確かだよ。それはみんなも思い出してる通りだね。みんなが知らない情報を伝えたいけど、そうだな、灰が降り始めてから私たちは再びリフレクターになったこととかどう。再び、どういうこと。そもそも私たちはちょっとした事件をきっかけにリフレクターになったんだけど、その事件が解決した時に一度リフレクターの力が使えなくなっちゃったんだけど、ある時からまた力が使えるようになったの。それはどうして。それはおそらくユズとライムが私たちの力を解放してくれたから。二人は人々の思いが満ちた世界、顧問の番人、リフレクターは思いの力で戦う。だから力を使うには番人である二人の許可が必要なの。じゃあ今私たちが戦えているのは二人が認めてくれてるからってことなのかな。でもどうして二人はリフレクターの力を目覚めさせたんだろう。人類に危機が迫ってたからだと思う。あれ、もしかしてユズさんたちは世界が滅ぶことを知っていた。じゃあユズたちが記憶を取り戻せば。記憶を取り戻すには私たちの心トープでフラグメントに接続する必要がある。でもそのためには
ライムも目覚めなければならない。ライムちゃんが目を覚ますには、今のところ雫世界の管理をやめる以外になくて。ダメだ、外に出るためにライムさんの情報が必要なのに。残りのリフレクターにかけるしかないですね。とにかくやることはこれまでと変わらない。リフナビが正しければ、残るリフレクターはあと一人。その一人をどうにかして呼び出そう。ごめんなさい、青、少し残ってくれない？それでどうしたの、ミオさん？ちょっと質問したいことがあるのだけど、いろいろと聞いてもいいかしら？きっと日和はこういうの得意じゃないだろうから、せめて私だけでも正確に状況を把握しておきたくて。うん、もちろん私に答えられる範囲でだけど。前聞いた話だと、あなたは最初から元の世界の記憶を持っているのよね？うん、昔のことはちゃんと覚えてるはずだよ。そういう風に最初から記憶を持っていたのは他には誰もいないのよね？そうだね、私だけ最初から記憶がある状態だった。ならやっぱり青だけ何か他とは違うものがある気がするわね。ちなみに今はみんな記憶を取り戻せているの？あ、いや、勇気がまだだよ。どうして？特に理由はないんじゃないかな。単純にまだその時が来ていないだけで。でも言われてみれば遅いかも。ならやっぱり青だけが私たちと何か違うということね。平和な世界の記憶を持っているというのも少し引っかかるし。もしかして私の記憶って偽物だったりするのかな？どうかしらね。変だということは間違いないけど、ならなぜ青だけがそうなっているのかがわからないわ。そうだよね。青、何か思い当たる節はない？身近に変なことが起きたとか。あの日私は補習を受けに学校に行って、気がついたらこの世界にいた。変わったことといえば、スマホを落としていたずらされたことくらい。まさかあれがきっかけ？いや、だとしてもどうやって？どう？あ、ううん、やっぱり心当たりはないかな。そう、一つ口頭無形なことを考えていたのだけど、青は過去から来たんじゃないかしら。過去？あなたの記憶が本物だとしたら、もう別の時間から来たくらいしか考えられなかった。何者かが時空を超えて青をこの世界に送り込んだ。何者かって誰が、一体何のために？自然に考えれば、崩壊した未来を救うためということになるかしら。まだ灰が降っていない時代に生きていた青をこの世界に連れてきて何かしようとした。それって、ごめんなさい、やっぱり突飛すぎるわね。でもこれだけは言える、あなたは他のみんなとは違う。青、あなたが鍵を握っているかもしれない。私が？おーい、お話終わった？お、どうしたの？
どうしたのじゃない、またリフレクターを呼ぶんでしょ。だったら学校魔改造計画だよ。学校魔改造計画？来てみよう、新しく来た人のフレッシュなアイデアが欲しいの。ええふふん、ちょうど今ミオさんのフレッシュなアイデアを聞いてたとこだよ。忙しいな。私が鍵を握ってるかもか。そんなこと言われてもな。私に何ができるんだろう。これはひまわり畑？うん、私たちの町の近くにあったんだよ。思い出の場所か、いいね。そういえばあそこであの子と会ったわね。うん、どうしてこんなところに。あら、奇遇ですね。怖い怖い、そんな顔しないでくださいよ。今は戦う気なんてないんですから。それじゃあここで何してるの。私、わからないことがあるの嫌いなんですよね。特に自分の気持ちがわからないとか、ふざけんなって感じで。だからこれ根絶やしにしてやろうと思ったんですが。なんでなんですかね。どちら様でしょうか。それにここは一体。え、あなた駒川ウタよね。はい、私の名前は駒川ウタです。でもそれ以外は思い出せなくて。すみません、何か事情はご存知ありませんでしょうか。これはなんだか雰囲気が違うよね。記憶がないから。とりあえずみんなを呼ぶね。あの子が駒川ウタさん。外見は間違いなく駒川さんそのものなんですが、なんだか聞いていた話と違うような。日和たちの心トープで見た喋り方とも全然違う気がする。そうなんだよね。すごいおとなしいよね。記憶をなくしたことで性格まで変わっちゃったのかな。そうやって油断を誘っているだけかも。何も覚えてないのにそんなことする。わからないけど、もし聞いていたような人ならありえなくはないんじゃ。どうする、記憶を取り戻させちゃっていいのかな。この世界のことは説明せざるを得ないとしても、一旦もともとのウタさんのことは伏せておこう。しばらく様子を見た方がいいと思う。
ごめんなさい、駒川さん。何から話すかちょっと相談してたんだ。まずはこの世界のことを説明するね。こうして見る限りそんな危険な人には見えないけど、後で話しかけていろいろ探りを入れてみよう。教えていただきました。図書室がキララのおすすめ、絶好のお昼寝スポット。久野さんらしいですね。私も図書室はおすすめです。特に夕方は西日で染まっていい雰囲気になりますよ。はあ、そうですか。ありがとうございます。あれ、あんまり刺さらなかった？よくわかりませんでした。図書室なら本を読めればそれでいいのではないでしょうか。まあ図書室だからね。その通りっちゃその通りだけど、せっかくなら自分が楽しめるように時間を過ごした方がいいなって私は思います。キララは使い方ちょっと違うけどね。図書室では本を読まなきゃいけないという決まりはない。これでもキララ図書委員をやってた。図書委員が言うのだから、図書室では寝てもオッケー。それでいいのか図書委員。そうですね、そういうものですよね。今度図書室にも寄ってみます。それでは皆さん、案内ありがとうございました。
私たちの話つまらなかったでしょうか。いや、すごく真面目なのかも。キララはどっちも違うと思う。歌は人の気持ちがわからないのかもしれない。え？記憶をなくす前の歌は人の気持ちなんて何も考えてないような。分かったとしても共感なんてしない、そんな人間だった。人の気持ちがわからないか。うたさん。星崎さん、どうかされましたか。いや、座ってるのが見えたから。どう、この世界は。はい、最初は不安でしたが、どうにかやっていけそうです。よかった。あの、ん？私の記憶は戻るのでしょうか。他の皆さんはもうほとんど記憶を取り戻していらっしゃるみたいでした。何か方法があるんですよね。あるにはあるんだけど。私、記憶を取り戻したいです。ずっと胸に大きな穴が開いたような感覚なんです。私が私じゃないみたいな、自分なのに別人の人生を見ているような、そんな感覚があるんです。ウタさん、だから私。はい。おそらくだけど、ウタは過去に大きな事件があって、それをきっかけに性格を変化させたのだと思う。ウタはその大きな事件を忘れてしまったから、性格も変化する前に戻っている。駒川さん、いえ、歌は危険な思想を持つ人物だった。痛みを愛する歪んだ性格になったきっかけ、それを思い出せば彼女は元の歌に戻るでしょうね。本当に大丈夫なの？元に戻るくらいなら綺麗な歌のまま置いとくのが一番安全なんじゃない？それが一番危険がない方法。でも駒川さんなら何か重大なことを知ってるかもしれないよ。居場所を調べるなんて簡単です。私、神の力が使えますから。神の力、確かに何のことを言っていたのか気になるね。でも駒川さんですよ。皆さんにも危害が及ぶかも。ここは閉ざされた世界だから、良くも悪くも逃げ場がない。仮に歌が暴れ出せば力ずくで止めるしかなくなる。その事態は避けた方がいいと思う。私も同じ意見。逃げ場がないこの場所でわざわざ危険人物を起こすようなことはしない方がいい。それはライムを助けるのは諦めてこの世界で生きていけばいい、そう言ってる？そうは言ってない。
リーダー、あなたの意見は？私は、ウタさんを知る人たちはみんな元の歪んだウタさんに戻るのを恐れてる。確かにみんなの言っているウタさんや心トープで見たウタさんは危なそうな人だった。でも私は、ごめん、やっぱり記憶は取り戻すべきだと思う。ライムさんを犠牲にし続けるなんてできないよ。ウタさんの記憶を取り戻して前に進まなきゃ。それに記憶って大切なものだと思うんだ。みんなの心トープを回ってさ、記憶の中にたくさんの思いが詰まってるのを見てきた。どれも大事な思いだった。忘れたままにしちゃいけないものばっかりだった。きっとウタさんにだってそういう思いがあって、それをなくして今とても苦しんでる。そんなウタさんに記憶を取り戻すななんて、私ずるい。そんな風に言われたら私何も言えないじゃない。記憶を取り戻すな。今の私にはそれがどんなにひどいことかわかるから。うん、そうだよね。どんな記憶も思いも勝手に奪うなんて許されない。そうだよね、お姉ちゃん。そうね、また間違えるところだった。確かに取り戻した記憶が私たちに味方するとは限らない。それでも私たちはちゃんと記憶を取り戻したウタと向き合わなければいけないのかもしれない。そうですね、悪いことをしたのは今の駒川さんではないですから。それは確かに。不安は拭えないかもしれないけど、ウタさんの記憶を取り戻す。みんなそれでいいかな？うん、私もそれでいいと思う。レナさんもいいかな？わかった。いつまでもゴタゴタ言ってても何も進まないもんね。ありがとう。暴れた時の対処法だけは後で話しておきましょう。これで話はまとまった。うん、行こう、記憶を取り戻しに。先はどうしよう。私は何者なのか。おお、のどかな場所だね。これ駄菓子屋？いかにもって駄菓子屋初めて見た。そんな珍しいかな。私たちの地元にはあったけど私たちも田舎の出ですから。ここが心トープ。どう、何か思い出せそう？やっと着いた。おばあちゃんの家楽しみだね、歌。ふざけるな、聞いてないわ。世界が壊れても人類は残るんじゃないの？苦しみに耐える断末魔ほど心地いいものはありません。へえ、殺さないなんて優しいんですね。ウタさん大丈夫？って
か今の記憶何これ。これが以前の私。内容もそうだし、なんだか記憶の見え方も私たちの時と違う気がするよ。変じゃなかった。中身がぐちゃぐちゃというか、こんな見え方をする記憶今までなかったよね。本当に大丈夫？もしもの時は力ずくで止めることになるかもしれない。その覚悟だけはしておこう。今何か。駒川さん大丈夫？血が出てる。救急車呼ばないと。おばあちゃんはいつでも歌のことを思ってるからね。これです。この痛みだけが私を生かしてくれる。歌さん一旦休憩する？いえ、ちょっとめまいがしただけですので、このまま進みましょう。わかった。今までこんな風になった子はいなかった。歌さんだけが何かを感じている。それがいいことなのか悪いことなのかはわからないけど、結局のところ今の私たちは前に進むしかないんだ。様子がおかしい。すごく不安定で、あちこちがほころんでいるような。青ちゃんどうしたの？ん？ああ、なんでもないよ。嫌な予感がする。歌さんの調子が悪くなってる気がする。記憶の内容も不穏だし。ねえ歌、今年はおばあちゃんの家行かないの？私は痛みが欲しいの。人のいない世界なんて意味がないじゃない。ひまわり、今年は綺麗に咲いてくれたね。私はそんなの望んでない。返せ、この世界は私のものだ。やっぱり記憶がごちゃごちゃだよ。何の話なんだかさっぱり。もっと言えば、これが本当に駒川さんの記憶なのかすらわからない。青、どうする？あと少しなんです。あと少しで何か掴めそうなんです。ウタさん、きっと今一番混乱してるのはウタさんだ。私はリーダーなんだ。ブレちゃダメだ。みんなをウタさんを引っ張ってあげないと。先に進もう。大丈夫ウタさん、もうちょっと頑張ろう。敵は私たちが何とかするからさ。よろしくお願いします。みんなもそれでいいかな。青がそう言うなら。ひー、落ちたらひとたまりもないね。なんでこんな景色が。よく鉄塔に登ってたってこと？わからないですか。どこも見たことある気がします。
小さい頃に来たことがあるみたいな。ウタさん。こんなのが大切な思い出じゃない。大丈夫？頭の中にもう一人の私がいるんです。もう一人の私？自分じゃない自分。脳内に現れたもう一人の自分が話しかけてくるんです。お前はこうじゃない、本当の自分は私だって。怖いです。自分を見失って気が狂ってしまいそうで。ウタさん。そうか、ウタさんは今二人の自分の間で揺れているんだ。大丈夫だよ、ウタさん。自分を強く持って。ありがとうございます、星崎さん。あ、お前は本当の私じゃない。私の声がする。あなたもそうでしょうと言われて、私がそう思っていたことなんて一度もない。人に優しくしなさい。他人を思いやりなさい。人の気持ちを考えるのは当たり前。おばあちゃんの家に遊びに行くのは嬉しいこと。なぜってそう思わない？ねえ私、あなたは私なんだからよくわかるでしょ。ほら思い出して。料理を作るだの、学校を歩き回るだの、あんな生ぬるい人生は私じゃない。私は他の人間とは決定的に違う。私は最初から壊れている。感情が壊れている。ほら戻りましょう、苛烈で刺激的で色鮮やかな人生に。思い出して、あの日通り魔に会って私の人生は変わったの。駒川さん。嘘、通り魔？太もも切られてる。こんなに違う。警察に連絡しないと。生きてたんだ私。駒川さん、なんで笑ってるの？私はおかしくない。私も生きている。私もちゃんと人間なんだ。みんな気をつけて。何か起きてる。まずいじゃない。ごめん、
し暴れるようなら私は。ウタちゃん、一旦学校に戻ろう。うん、肩持って行くよ。せーの、急いでみんな。みんな無事なんとか。青、したけど大丈夫？ひより、中で何があったの？お姉ちゃん、実は。待って、あれ。嘘。大きく感情が揺さぶられた影響で世界の維持が不安定になった。まずい。私たちの世界は確実に壊れる。戦う、それ以外に私たちが生き残る道はない。そうでしょ、みんな。合ってた間違ってたは今考えることじゃない。反省も後悔も後でたくさんすればいい。だから今はやるしかない。やるしかないんだ。
確証だったのです。湧き上がってこれが私の本当の力。絶好調ね。もっと強くならなきゃ。みんな無事？なんとか。日々が消えた。この世界は大丈夫なんですか？敵はなんとか排除できたから致命的な崩壊は免れた。でも確実に寿命は縮まったと思う。そんなライムは？ライムは大丈夫なの？大丈夫。ダメだったらもう私たちはここにいられない。そっか、よかった。生き残れたなんて喜べるような状態か。この現状で私のせいでこんな。青ちゃんのせいじゃないのです。こんなこと誰も予測できないから。はい、ここまで大規模になるなんて想像もできませんでしたから。私だって駒川さんの記憶は取り戻した方がいいと思ってた。だから私の責任でもある。でもみんなの話を聞いて最終的に詩さんの記憶を取り戻そうって決めたのは私だよ。リーダーである私がそう決めちゃったんだよ。青、落ち着いて。リーダーだからといってそんな風に責任を押し付けようなんて私たち思ってないわ。一旦休もう。このままじゃ何もできない。今後のことは休んでから考えよう。ねえ青、聞いてるの？しっかりしてよね。リーダーの意見が一番大事なんだから。それで青ちゃん、これどう思う？ねえリーダー。リーダー参ったな。私リーダーなんて柄じゃ。じゃあ、あなたは何者？まだ夜、疲れてるはずなのに眠れない。頭が重い。ダメだ、少し外の空気を吸おう。悪い夢でも見てたの？あ、ゆずさん？まあ、そう。私、リーダーってみんなに認めてもらえてすごい嬉しかったんだ。これまでずっと平凡な生活を送ってきたからさ。きっと何者にもなれず、ずっとこのまま
そう思ってた。けどリーダーって言われるようになって何かを大きく動かすような立場になった。みんなに期待されるようになった。だから張り切って自分にできること何でもしようって思った。私にできることってなんだろう。もっともっといろいろできるはずだ。そうやってたくさん考えているうちに焦りが生まれて、何ができるかは何かしなきゃに変わっちゃった。その結果がこれだよ。うん。私のせいでみんなを危険にさらして、みんなに何て言えばいいんだろう。青、その気持ちを話してみるといい。話すって誰と？誰に話しても聞いてくれるはず。青が話したいと思った人のところへ行けばいい。私が話したい人。わかった。明日の朝聞いてみるよ。ココロ。青ちゃん、ちょうどよかった。こっち来て。いろいろあったね。うん。私のせいでごめん。ううん、青ちゃんのせいじゃないよ。私何もできなかった。私は青ちゃんがリーダーになってみんなを引っ張ってくれて少し安心してた。そのせいで青ちゃんに頼りきりになっちゃってた。青ちゃんだって急にこの世界に呼ばれて何もわからない中頑張ってるのに。心不安でどっちに進めばいいのかもわからない時に、あーちゃんはこっちに行こうって言ってくれた。あーちゃんはその方向が間違ってたかもって思ってるんだよね。うん、違うよ。私たちにとってはそうやって道を示してくれるだけでも助かっていて、だから青ちゃんはすごくて、ココロ？ごめんね、うまく言葉が出てこなくて。今度は私が手を差し伸べるって決めてたんだけどな。うまくいかないね。なかなか思うようにはいかないもんだね。そうだね。そっか、みんな同じか。心も私もきっと他のみんなも理想通りの自分にはなれなくて、でもだからこそ周りを頼ってお互いの足りないところを埋め合っていくしかない。うん。でも一つだけ言わせてほしいんだけど、心はちゃんと私に手を差し伸べてくれてるよ。今の言葉しっかり私に響いたから。うん、ありがとう、あーちゃん。これがお互いの足りないところを埋め合っていくっていうことなのかな。そうだね、きっとそうだ。そっか、私勘違いしてた。弱音を吐いちゃいけない。誰にも頼らず一番前を歩かないといけない。リーダーってそういう存在だと思ってた。でも違ったんだ。
そういう風に突き進める人もいるかもしれないけど、私はそうじゃない。私はやっぱり特別な人間にはなれなかったけど、相談してみて分かった。私はこのチームが好きだ。この世界で出会ったみんなのことが好きだ。だからみんなとのつながりを失いたくない。私は私にできることをしたい。みんなに伝えに行こう、私の思い、これからの決意を。青ちゃん、話って？ごめん。私のせいで大変なことになっちゃったのと、それとしょぼくれてたこと。それを言うなら私たちこそごめんだよ。え？うん、私たちもリーダーだからって青に任せっきりになっちゃってたと思う。もしあの時青ちゃんが声をかけてくれなかったら倒せなかったかもしれないよね。はい、大きなクラックが起きて私含めみんな動揺してたと思います。でも青だけがあの時あの状況でそれでも未来のことを考えた。いち早く青が前を向いたからこそ私たちはこうして今も生きていられるのよ。みんな、じゃあお互いごめんだね。うん、そしてこれからはきっと変わっていける。幸いなことに私たちはまだ生きている。生きていればどんな可能性もゼロじゃない。やれることは絶対にまだある。そうだよ、ここまでみんなでやってきたんだからなんとかなる。私はそう信じてる。私もまだまだ元気あり余ってるし、またあのデカブツ出てきたら倒せばいいよ。不安があるなら言って、みんなで考えましょう。うん。ようやく青らしい青が戻ってきたな。ああ。私今までの人生でこんなに感謝されたことないよ。何にもないってずっと思ってたから。でも今は違う。こんなにたくさん、私にはもったいないよ。私幸せ者だ。こんな友達に出会えて本当に良かった。私は特別じゃない。でもみんなとのこのつながりだけは変えられない特別だ。私この絆は絶対に失いたくない。だからみんなで守ろう、私たちの世界を。私たちならできないことなんて何もない。